いやでももう5月なのでストーブ活躍してるんですね。そうなんです、うん、皆さん結構ストーブ出してるみたいで、うんうん、そんな中せんちゃんは半袖で出勤されたということで。そんな、ええちなみに私コート着てきましたよ。だって寒かったもん。あの背中から今日半袖できたっていうのが聞こえてきて嘘だろうって言いながらコートをね、うん、そう着ていらっしゃったんですね。え寒くなかった。私半袖小僧なのですごいびっくりしちゃって。風邪ひかないでください。もう大丈夫です。もうそうでちょっとした時間差で出勤してもすごい服装が違ったんですけれども、はい、私よりも暑がり、ね、暑がりなんですか。暑がり暑がり私も暑がり。兵庫県出身でしたっけ。兵庫出身です。でも暑いですもんね。そうですね、まあ、温暖なところで育ったので、うん、盛岡出身のせんちゃんにはまだまだ叶いません。ちょっといつか半袖デビューしませんか。いや誘われちゃった。お天気カメラ見ても、うん、皆さん長袖長ズボンなんですよ、うん、でもみんなそうだと木田さんが笑ってる。いやでもね街中いると、うん、半袖だっていう方もたまにねいらっしゃいますからね。いますよね。もしかしたら小川かもしれないってことですよね。見つけやすいですね。本当ですね。いやそんな体感も今日は一つ大きなポイントとなりそうですよね。そうですね。